富山電地方駅は、かつて、富山県富山市千歳町にあった富山、地方鉄道本線の廃駅である。当駅を含む電鉄富山駅稲荷町駅間は、現在では、本線の複線区間だが、当駅廃止直前の1969年4月1日までは、本線と立山線との単線並列扱いであり、富山電地方駅は、本線側の線路にのみプラットホームが設置されていた。 富山電気鉄道線富山電地方駅、上市駅間及び、寺田駅500国駅間開業当時の、新聞あたり駅は1931年8月15日に、富山電気鉄道線あたり駅上市駅間及び、寺田駅500国駅間開業と同時に開業した。開業当時には東駅と山駅間が、未だ工事中であったため、同車線の始発駅としての開業であった。 同年10月3日には東駅電鉄富山駅が開業し途中駅になっている。すでに東駅周辺には富賀鉄道の富山口駅や富山市駅道の東が地方停留場が開業しており、各路線の乗り換え客が多くあったと言われる。しかるに昭和40年代において、東駅の利用者数が最盛期に比して半減していたこと、北陸本線及び、 富山高線を含めた東田地方踏切の立体交差化計画の浮上、電鉄富山駅改良計画に伴う移設によって、さらに駅間距離が短くなると予想されたことなどから、当時富山地方鉄道が進めていた駅廃止計画の候補として、真っ先に挙げられ、これにより1969年4月15日廃止となった。AB 漢方、1931年8月26日、内閣印刷局、北陸タイムス、1931年8月15日、北陸タイムス社 AB、漢方、1931年10月10日、内閣印刷局、ありがとうと山高専、こんにちは、ポートラム編集委員会編、ありがとうと山高専、こんにちは、ポートラム、2006年5月、 TC 出版富山地方鉄道株式会社編、富山地方鉄道50年史、1983年3月、富山地方鉄道 AB、電磁型駅を廃止近くダイヤ改正に合わせ、北日本新聞、1968年10月25日、北日本新聞社、官報、1927年6月22日、内閣印刷局 ABC 富山地方、 鉄道株式会社編富山地方鉄道50年史、1983年3月富山地方鉄道ありがとうございます。